小根城は、石川県金沢市と富山県小矢部市境にある、戦国時代の日本の城。下越国境城跡群及び道として、切れ山城、小原栄とともに、国の史跡に指定されている。富山県側はと山城郭カードナンバー44の城郭である。小根城付近のステレオ空中写真。髪型が来た。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1、キレ、山城、2、小原古市、3、小昆城石川県と富山県の県境にある、小金山の尾根に沿って南北に長く築かれており、加賀と越中を結ぶ交通の要衝であった。現在は、城市公園として整備され、小原越を挟んで退治する雪山城と共に、2015年10月7日に、 国の史跡となった。本丸の部分に国土地理院の三島三角点、内山がある。標高308メートル。追記年代は不明である。樹永2年に木曽義仲が陣を張ったと伝えられるが定かではない。15世紀頃一向一騎州の城となり、天文19年には一向一騎州の須崎兵庫が城主となった。その後、 織田氏が一向一騎を平定し続上となる。天正十二年の小牧、長久手の戦いに際して、徳川家康方についた、越中の笹成政と、橋場秀吉方についた、加賀の前田利家との間で、軍事的な緊張状態が発生すると、小根城と切れ山城が、下越国境の最前線になった。小根城では、佐々軍の前線として、大規模な改修が行われ、 上域を通過する、街道筋を大掘り切れで寸断するなどの処置が取られたことが発掘調査で確認された。これは道路を戦時封鎖した状況を示す意向として、初の検出事例となった。笹成政の家臣、杉山和恵が守備していたが、前田利家の家臣、村井長寄に攻略され、長寄の本城となり、一条次書は、四城となる。慶長20年、 一国一条例により、廃城となった。ABC、下越国境上跡群及び道金沢市、公式 HP ハットと山城格カードが完成しました。都並市公式 HP ハットと山城格カード一覧、都並市公式 HP、金沢市教育委員会 2013P17、中尾線バス停留所西日本 JR バス。ありがとうございます。